パパニュース、1分間でお送りする世界一短い IT ニュース、パパニュースのお時間です。お相手は私、英語が話せないのに外資系のセールスエンジニア、パパ丸山です。さあ、今回ニュースとしては AI、 手塚治虫、デジタルコンテンツ市場などをお届けしておりますが、メインのテーマは地味だけど熱いネットワークエンジニアの世界をお送りしております。 SE、 システムエンジニアといっても、その中では幅広い仕事があります。スパゲッティと一緒ですね。パスタの中にスパゲッティがある、ペンネがある、そんな感じで様々な業種があります。その中でも一番地味、ネットワークエンジニアに今回フューチャーしています。果たしてどんな仕事なんでしょうか。続きはボイシーのパパニュースで、略して熱演です。